シンデレラ、シンデレラ、私は可愛い、シンデレラなの。可愛いだと？嘘を申せ。お前の顔などちっとも可愛くはないぞ。ブハ、王様、それは仕方がありません。私はシンデレラを演じておるのですからして、服もボロボロ、顔もうすら汚れてはおりまする。しかしやがてパッと可愛い娘に早変わりいたしますぞ。まあ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 、お楽しみに。ああ、もう何でもいい、とにかく先を続け。では、かわいそうなのはこの私。朝から晩まで働きずくめ、晩から朝まで働きずくめ、今日も今日とてとてしてた。義理の姉さんの靴磨き、シュッ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 。それにしても、なんて大きな靴かしら。こんな大きな靴を履く意地悪な私の姉さんは、バカの大鷲間抜けの抜け裂く。それに引き換えこの私、目元パッチリパチリ子ちゃん、ほっぺたふくふくふく子ちゃん、なんて可愛い子ちゃん。シュッシュッシュッ。あ、私も綺麗な靴履いて町の大通りを散歩したいわ。上から下までおめかししてハンサムな王子様にお会いしたいわ。それなのに私は一日中うちの中。あー、悔しい。シンデレラ、シンデレラ。はい、何ですか。私の義理のお母様、靴を叩いたり蹴飛ばしたりして、どうしたんだい。はい、泥がついていたので落としておりました。ふん、ぐずぐずしてないで早く仕事をし。だいたい風呂の水汲みは済んだのかい。済みましたわ、私の義理のお母様。お米は研いだのかい。研ぎましたわ、私の義理のお母様。庭の掃除はまだなんだろう。済ましましたわ、私の義理のお母様。お皿は洗いましたわ、お母様。洗濯は済ましましたわ、お母様。窓は磨きましたわ。床は拭きました。床は述べました。パンは焼きました。芋は煮た。ネギは煮た。ごぼうは何だ。他に何か、何から何まで全部やりましたわ、私の義理のお母様。お前って本当に嫌な子。どうして。何から何までやってしまっては私の言うことがないじゃないの。シンデレラ。待った。ええバカだ。あら、お前たちがやろうとしておるお芝居はこういう話ではないのか。はあ、おとぎ話がダメだということになりますと。おお、そうです。うわ、いきなり大きな声出すやつがあるか。電気ですぞ、王様。電気などはいかがでしょう。電気。はい、電気は感電して危険じゃろう。その電気ではありません。私の申す電気とは、世界の偉人、つまりエブラハム・リンカンや野口英世、はたまたシュバイツァー博士といった世間のお手本になる人物の一生を描いたものであります。世間の手本。え、おそらためになるな。ためになるばかりか。面白く、その上ほろりほろりと泣けるほど感動できますです。面白い。それやってちょうだい。うわ、それではご要望に応え、早速電気を。やってやって。トラドン、準備。おお、ガパチョ、また例のやつやんのかよ。もちろん。ちっ、しょうがねえな。とざい、とざい。ただいまよりご覧に供しまするは、世界偉人伝の一節であります。先端は双葉よりかんばし、偉くなる人物は子供の時から優れていると申しまするが、これからご覧に入れまするお芝居の主人公も、この先端は双葉よりかんばしを字で言ったような少年。この少年を演じ、かつ同時に語り手としても活躍いたしまするのは、氷炭島のローレンス・オリベーか、はたまた氷炭島の花柳翔太郎かと歌われる名優、かく申す私、ドン・ギャバチョ、その人であります。いやいやいや、では熱心にご覧の上、途中でお休みください。ある春の日の夕まぐれ、少年ガバチョは庭に出ました。
庭には桜の木が美しく花を咲かせておりました。それを見て少年がまちは叫びました。あ、桜の木があります。お、おろもあります。お、そうだ、このおろで桜の木の枝を切ったらさぞかし面白いだろうな。切ってやろう、切ってやろう、えいえい、おう、あー、切っちゃった、切っちゃった、桜の木の枝切っちゃった。あー、誰だね、桜の木を切ったのは。あ、お母様、桜の木を切ったのは僕です。少年ガバチョです。僕は悪い少年です。どうかお仕置きをしてください。まあ、少年ガバチョはなんて正直な子でしょう。その気持ちを忘れずに偉い人になるんですよ。はい、お母様。おお、正直な少年ガバチョ。この少年こそ誰やろう。後に大政治家と謳われることになります氷炭島大統領ドン・ガバチョ、その人であります。これをもちまして正直ガバチョの少年時代と題するお芝居は幕と相なりまするが、正直ガバチョの伝記はさらに正直ガバチョの青年時代、正直ガバチョの中年時代の合計3部作からなっております。では次に正直ガバチョの青年時代をお送りいたしまする。ラクダさんが眠りましたぞ。ありがてえ、これで俺たち魚にならずに済んだぜ。